次です。日本のオーパーツといえば遮光器土偶やオーユストーサークル、黒俣山などのピラミッド説と縄文時代があると思います。縄文時代はシュメール文明よりも古く長い時代だったようですが、文字が発見されないため文明と認められないのでしょうか。日本には神用文字と呼ばれる、日本に仏教文化とともに漢字文化を取り入れる以前の日本固有の文字もあるようです。このような神用文字はアカデミズムでは無視、ないものとされているのはなぜでしょうか。まず、まあ、神用文字、神代文字、いろいろ言い方はあるけれど、まあ、漢字が伝わってくる3、4世紀の漢字を作った日本人です。漢民族には漢字の中に聖書を入れ込むことはできません、はい、よく言うんだから、蘇我の馬子っては我よみがえり馬小屋のこと書きますね。何でもそうですが、これ大変なことなんですが、この漢字を作ったというのか、これは秦という時代ね、始皇帝、始皇帝のシンクタンクが金文文字とか甲骨文字とか当時のいろんな文字を集めて、で、まあ、ある意味漢字を編纂したんですよ、はい、でその漢字の一字一字は実は聖書と関係してる。本当にそうなんです。聖書の中にモーセが出エジプトした後でね、砂漠の中に毎朝いつも食べ物がないと困るからってんで甘い露が落ちた、でそれをウェハースみたいにして食べた、これマナって言うんだけど、それを調理した板がマナ板なんですね、でそのマナを記念した壺がマナの壺って、真実の名前って書くんだけど、その真っていう字は十字架に目ん玉ですよ、であれ下細具ですから瞑想の目ですよ、ああいうのは当時の漢民族で全然関係ないですから、あれヘブライでしかダメなんですね、分かんないですから、でそういうものを含めて全部そうで、それを食べて甘露、甘露って言ったと、これは日本で言ってますよね、甘露、雨もあるぐらいですから、あれ甘い梅雨です、あれマナーのことです、でそれを甘露って言ってる。もう漢字一つもそう、二文字、四文字、全部実はバイブルでできてって、なんとか様っていう、様っていう字あるじゃないですか、あれ木偏に羊って書くんですよ、で下は永遠の A って書くんですから、永遠の羊、命の木で様です。でこれを今略字になってるだけです。で義人の義っていうのは我は羊ですから、羊が上に書いて下は我ですよ、はい、この漢字でさえ分解した